足足に必要なこと3つ。特に3つ目ができてないと、何をやっても下半身だけ痩せないなってことになります。1つ目、股関節の柔軟性。2つ目、骨盤矯正。3つ目、お尻の筋肉を意識して使うことができるか。スマホは顔の前に置いて、うつ伏せに寝ましょう。足を肩幅ぐらいに広げて、両膝を曲げます。この状態で左膝が床から浮くように足を持ち上げます。こんな感じです。チェックポイントは3つ。お尻にしっかり力が入っているか、足上げるときに骨盤や上半身が動いてしまわないか、足裏がしっかり天井を向いたまま足を上げることができるか、反対に右足もやってみましょう。膝を床から浮かせる。お尻に力が入っているか、骨盤や上半身が動かないか、足裏が天井を向けたまま上げることができるか。今できない方も大丈夫です。一回で変化出ますので楽しみにしててください。まずはかかとをお尻に近づけるイメージでパタパタ交互に動かしていきましょう。これで意識してほしいことは、お尻と裏ももの境目、ここの筋肉をこうやって触って、あ、使ってるな、動いてるなって感覚があるかどうかです。スピードは全く重要ではないです。しっかり裏ももとお尻の境目、ここを意識しながら、なるべくかかとをお尻に近づけましょう。できる範囲で OK です。つりそうな方、肩腰痛い方は無理しないでください。で、呼吸はね、止めないようにしましょう。さっきのね、チェック、お尻の筋肉が硬かったりとかうまく使えてないだけなので、1回でね変化出ますので楽しみにしててください。 OK です。そしたら、足を揃えて、お尻の穴をギュッと締める、緩める。お尻の穴をギュッと締める、緩める。これ繰り返していきましょう。ギュッと締める、緩める。これもスピード重要ではないです。しっかりお尻の穴をギュッと締める、緩める。で、お尻の穴しっかりギュッと締まると、内もももね、力入ってる感覚わかるんじゃないかなと思います。上半身はこうやって寝かせておいても、ちょっと浮かしてもどっちでも楽な方で大丈夫です。スピード勝負じゃないですからね。しっかりギュッと締める、緩める。で、呼吸は止めないようにしましょう。締める、緩める。で、この次の種目から上向きになるので、スマホ持ってね、上向きになる準備しておいてください。よし、 OK、 上向きになりましょう。上向きになったら、スマホを見ながら右足を大きく外回していきます。内から外ですね。ご自身から見て、反時計回り、時計回りと反対に大きく回しましょう。スピードは全く重要ではないです。ゆっくり大きく、普段動かさない範囲で動かしましょう。で、股関節ゴリゴリなるよって方は、痛みがなければ大きく回して大丈夫です。痛みがある方は、ゆっくり小さく、痛みがない範囲で回してあげると良いと思います。呼吸をね、止めないようにして、スピードよりも普段動かさない範囲で大きく動かすってことが目的です。で、もしきつかったらね、各種目の最後の10秒サボったりとか、YouTube はね、再生速度変えれますので、早めたり遅めたりして自分のペースで最後まで完走しましょう。 OK。 そしたら次、左足いきます。大きく外回しです。内から外に回していきましょう。こっちもスピードは重要ではないです。普段動かさない範囲で大きく回すことが目的です。こっちもね、ゴリゴリになって痛みがあるよって方は、痛みない範囲で、痛みがなければ大きく回して大丈夫です。スピードよりも普段動かさない範囲で大きく回すことが大切です。でね、股関節ゴリゴリなる、ポキポキなるのがどうしても気になっちゃうよって方は、この YouTube の概要欄の一番下にね、股関節ポキポキなる方向けのストレッチ動画、貼ってありますので、ぜひお時間ある時にやってみていただければと思います。呼吸は止めないようにして、サボってもいいですからね。よし、 OK。 そしたらですね、一回両膝曲げます。で、膝同士しっかりつけましょう。この状態でお尻を持ち上げます。裏もも、お尻の筋肉使う感覚ありますか？膝同士つけたままお尻、裏もも使いましょう。膝がね、あんまり曲がってないときついので、これぐらい膝曲げちゃっていいです。で、裏もも、お尻、こうやって空いてる手で触って、あ、使ってるな、動いてるなって感覚があれば、それで OK です。膝同士ね、多少離れてもいいんですけど、つけてる方が内ももにも効くのでね、ヒップアップ、足汗プラス、内もも痩せもできるので、おすすめです。ラスト一回一緒に頑張りましょう。よし、OK。そしたら、休憩ストレッチいきます。一回足伸ばして、肩幅よりちょっと広めに開きましょう。で、股関節付け根から内、外に動かしていきましょう。これはね、休憩なので、そんなにね、向きになってやらなくていいです。ただ、つま先だけ動かすというよりも、股関節付け根からですね、しっかり内、外、内、外に動かしましょう。で、この時もね、呼吸止めないようにしましょう。で、こう動画やってる中で、いろんなね、疑問とか、悩み、質問生まれると思うんですが、コメントいただければね、基本的に返信します。また、インスタとかツイッターの DM もね、
基本的に返しますので、連絡、質問いただければと思います。よし、オッケー。そしたら次はですね、みんな大好きな自転車漕ぎいきますよ。なるべく高い位置で自転車を漕ぐイメージです。これもスピードよりもなるべく高い位置で円を描くイメージ。どうしても腰が痛いよって方は空いてる手をお尻の下にこうやって入れると、だいぶね、負担が減って楽になると思います。きつい。頑張って頑張って、大きく、なるべく大きく回す。きつかったらサボってもいいですよ。で、ちゃんと高い位置で回すとね、こうやってお尻が床から浮くので、腹筋にもめちゃくちゃ効きます。頑張って、あと少し、きつかったらサボっても OK。頑張れ頑張れ頑張れ。なるべく大きく高い位置で、もうちょっと頑張って、あと少し。よし、OK。そしたら休憩ストレッチいきます。次は、左足を右、こっちにねじります。で、左足の膝、床につけたまま、左肩も床に近づける。こんな感じです。そうすると左の、お尻、腰、背中、左側全体伸びてくると思います。で、休憩ストレッチなんで、無理にギューッとねじるってよりも、まあ、お尻、腰、背中が、ゆるく伸びてれば OK です。余裕がある人はですね、こう左手を、高く万歳してあげると脇の下とかまで伸びます。呼吸はね止めないようにしましょう。よし、 OK。 逆行きましょう。次、右足を左、こっちねじります。右膝床につけて、右肩も床に近づけます。右のお尻、腰、背中、この辺が伸びてますか？どうでしょう、伸びる感覚ありますか？頑張れる人はね、右手を高く上げるとより脇の下、脇腹辺も伸びてくると思います。まあ休憩なので無理せずいきましょう。この後ね、きつい種目たくさん待ってますので、サボりサボりやりながら頑張りましょう。 OK です、戻ります。そしたらですね、次はちょっときついですよ。右足を左足にこんな感じで乗っけます。で、お尻を持ち上げる、下げる。お尻を持ち上げる、下げる。繰り返しましょう。これ左の裏ももお尻使ってます。どうでしょう？使う感覚ありますか？スピード勝負じゃないですよ。しっかり左の裏ももお尻意識して持ち上げる、下ろす。持ち上げる、下ろす。繰り返す、これを。頑張って。もしどうしてもきつかったら、足ついて両足でやってもいいし、途中途中ね、サボりサボりでも OK です。あと超必殺技なんですけど、肘使ってこうやるとすげえズルできます。 OK です。次逆いきます。左足を右足に乗せます。この状態でお尻持ち上げる。右の裏ももお尻使いましょう。きつい人はね、右足ちょっと手前にこうやってつくとだいぶ裏ももお尻使いやすかったりします。どうでしょう、ついてきてますか？ゆっくり自分のペースでいいですよ。スピード全く必要じゃないですからね。裏ももお尻、ここを使うことが目的です。きつかったら両足でもいいし、肘を使ってこうやってズルしてもいいです。まあまあ、何もやらないようにね、ズルしてでもやった方がいいよねっていう考えなので。しかもまたあと少し、この次休憩ストレッチ、あともう少し頑張って、ラスト1回一緒に頑張りましょう。裏ももお尻意識して、よし、 OK。 そしたら次、足の裏合わせて、ここカエル足作って、パタパタ膝を外に広げる。これも休憩ストレッチです。まあ、膝腰痛い方は痛みない範囲でいいですからね。もう休憩なので、まあそんなに頑張らず、プラプラと膝を動かしましょう。どうでしょう、皆さんついてきてますか？一応こう各種目の秒数とか、種目と種目の間の秒数とかね、かなりこだわって作ってます。種目の順番とかも相当考えて作ってるので、もしね、やりづらい、習慣がしづらいとかあれば、遠慮なくコメントで、ご意見いただければと思います。ただちょっとアンチコメントだけは勘弁してください。じゃあこの次の種目から横向きになります。スマホ持って右向きになりますよ。OK です。右向きになりましょう。そしたらスマホは顔の前に置いておきましょう。で、膝90度ぐらいに曲げましょう。で、この状態で膝同士を離す、戻す。膝同士離す、戻す。繰り返します。膝だけ離す。NG パターンは上半身がこうやって動いてしまうことです。しっかり固定したまま膝だけ離す。下ろす。膝だけ離す。下ろす。繰り返しましょう。
お尻のここ使ってる感覚ありますか？スピード全く重要じゃないですよ。上半身を固定してお尻を使って膝を離すことが目的です。全くスピード意識しなくていいですからね。お尻の横しっかり意識しましょう。ラスト1回一緒にグッと上げる、下ろす、 OK です。そしたらこの下の右足をちょっと前に出して左手で左足首掴みましょう。左の前もものストレッチしていきます。左の前もも伸びますか？いまいち伸びない方はちょっと足をね後ろにグッと引いてあげるといいです。ただこの時に腰が反っちゃうのは良くないので、わざとこう腰を丸めておく、猫背を作ったまま足を後ろに引っ張るといいと思います。っていうちょっと難しい質問しましたけど、難しい説明しましたけど、結論は左の前もも伸びてればそれで正解です。ただ肩とかね、あんまりこうやって力入りすぎないように意識しましょう。呼吸も止めないようにしましょう。よし、 OK。 そしたらこの下の右足こうやって前に出したまま、この左足を真上に高く上げる、下ろす、高く上げる、下ろす、繰り返していきましょう。お尻の横ここ使う感覚ありますか？これも上半身が動いちゃうと全然効かないです。上半身は固定したままお尻の横使って上げる、下げる、上げる、下げる、繰り返しましょう。どうしてもね、前もも外もも力入っちゃうよって人はちょっとこうやって膝曲げるとね、お尻意識しやすいんじゃないでしょうか。ただこれも、高く上げることとか目的じゃないので、お尻の横使うことが目的なので、ゆっくり自分のペースでお尻の横意識して行いましょう。ラスト1回、よし、 OK。 そしたら、この右足前に出したままこの左足つま先を真上向ける、戻す、つま先真上向ける、戻す、これ繰り返しましょう。頑張って。お尻の横、ここ、どうでしょう、使う感覚ありますか？頑張って。きつかったら、ちょっと膝曲げてもいいし、途中でね、サボりサボりやってもいいです。目的は、お尻の横使うこと。つま先だけ、真上向けるイメージ。これも上半身がね、こうやって動いちゃうと全然効きません。上半身固定して、つま先だけ、真上向ける、戻す。真上向ける、戻す。呼吸も止めないようにして。で、この次の種目から逆向きになりますので、スマホを持って、寝返り打ちますよ。OK。寝返り打ちましょう。左向きに寝たら、スマホは顔の前に置いておきましょう。で、また膝90度ぐらいに曲げましょう。で、この状態で膝同士離す、戻す、膝同士離す、戻す、繰り返しましょう。お尻の横、ここ使ってる感覚ありますか？全くスピード重要じゃないですかね。お尻の横を意識して、上半身はこうやって動くと全然効きません。固定しておきましょう。呼吸もね、止めないようにしましょう。 OK。 そしたらこれで左足ちょっと前に出して、右手で右の足首つかみます。で、右の前もものストレッチしていきます。頑張れる方はね、足をもうちょっと後ろに引いてもいいし、つま先の方を掴んで、つま先をお尻に近づけてもいいです。結論、前ももが伸びてればいいです。ただ、腰が反っちゃって腰が痛いっていうのは NG です。わざとね、ちょっと腰丸めたままやるのが個人的にはおすすめです。呼吸をね、止めないようにしましょう。きつかったらね、サボりサボりでもいいし、途中でね、水分補給したりとかしながらでも全然大丈夫です。OK。 そしたら次、この右足真上に高く上げましょう。下げる、上げる、下げる、これ繰り返しましょう。右のお尻ここをね意識して使いましょう。どうしても前もも外もも使っちゃう方は多少膝曲げてもいいです。こうするとお尻の横効きやすくなると思います。頑張って頑張って、お尻の横意識して。きつかったらサボってもいいですからね。あとはね、 YouTube の動画ね、再生速度変えれるから早めたり遅めたり してみてもいいと思います。で、再生速度の変え方わからない方は YouTube 再生速度の変え方っていう風に Google とか Yahoo で検索したらね、説明文が出てくると思います。 OK。 そしたら次、右足これつま先真上向ける、戻す、つま先真上向ける、戻す、これ繰り返していきましょう。頑張って、呼吸止めないようにしましょう。きつい。どうでしょう、お尻の横使ってる感覚ありますか？頑張って頑張って。
きついな。お尻の横使ってる感覚ありますか？上半身がこうやって動いちゃうと意味ないですからね。上半身を固定してつま先だけ真上向けるイメージで、この次の種目からうつ伏せになりますので、スマホ持ってうつ伏せになりますよ。 OK、 うつ伏せになりましょう。スマホは顔の前置いておきましょう。で、両手は耳の横につきます。で、上半身ぐーっと反らせます。腹筋のストレッチです。腰が反って痛いよって方はこんな感じ、肘ついてちょっと顎持ち上げる。これぐらいでも腹筋が伸びてれば十分です。で、この時に腰が引っかかる、腰が痛いよって方は結構原因を聞かれるんですが、まあ、ヘルニアとか骨の問題ではなければ単純に腰周りの筋肉が硬いだけっていう可能性が高いです。なので、再生リストでね、 YouTube の腰周りの、再生リストも作ってますので、ぜひ試してみてください。 OK です。そしたら次はですね、上半身ベチャーっと寝かして、足の裏同士こうやってつけてカエル足作ります。足の裏ベチャっとついてますか？この状態でかかとをお尻に近づける、戻す、かかとをお尻に近づける、戻す、繰り返しましょう。腰が反っちゃって痛い方は無理しないでくださいね。で、膝曲げるとき、このかかとをお尻に近づけるときにお尻の筋肉使ってる感覚ありますか？こうやって触って、あ、ここ使ってるなって感覚あればいいです。感覚ない人はね、こうやって触りながらお尻意識してやってあげましょう。全くスピード重要ではないです。お尻を意識してかかとをお尻に近づける、戻す、繰り返しましょう。 OK、 大丈夫ですか？ついてきてますか？もう一回こうやって足の裏ベチャっとつけたまま、かかとをお尻に近づけます。で、この状態でお尻に力入ってるのを確認して、この状態でキープしましょう。結構きついと思います。で、上半身こうやって起こしててもいいんですけど、こうすると結構腰が反りやすいので、個人的にはベチャッと寝かしてる方がいいかなと思います。ただ胸が苦しい方とかはね、こうやって多少浮かせるのは OK です。きつかったらね、一回下ろしてもいいです。呼吸を止めないようにしましょう。あんまりね、肩もこうやって力入りすぎないようにしてくださいね。よし、 OK。 そしたら上半身ベチャっと寝かした状態で、左足を右こっちに持ってきます。左のお腹の前面、ここをストレッチしてます。上半身がこうやって浮いちゃうと伸びません。上半身ベチャっとつけたまま、左のつま先を誰かに引っ張られてるなってイメージで斜め後ろにぐっと持っていく。左のお腹の前面、ここ伸びますか？肩腰痛い人は無理しないでください。いまいち伸びないよって方は、上半身しっかり寝かしたままつま先を誰かに引っ張られてるイメージで足を遠くにぐーっと伸ばすと伸びる感覚があるんじゃないかなと思います。呼吸止められるしましょう。よし、 OK。 逆いきましょう。上半身ベチャッと寝かしたまま、右足を左こっちに持ってきます。右のお腹の前面伸びてれば OK です。上半身めちゃっとつけて、右のつま先ね、誰かに引っ張られてるイメージで向こうにぐーっと持っていきましょう。皆さんどうでしょう？結構きつかったですか？で、この種目終わった後、一番最初に行ったね、お尻の筋肉使えてるかってチェックぜひやってみてください。で、一応ね、全然物足りないよって方向けに、概要欄に追加の足痩せ動画貼っておきますので、余裕がある人、早く痩せたい人はね、そちらもやってみてください。あと最近 Twitter、Insta、TikTok 毎日更新してますので、そちらも、概要欄からね、ご覧いただいてフォローしていただけると嬉しいです。よし、 OK です。最後うつ伏せのまま足を肩幅よりちょっと広めに開いて、膝を曲げて足を持ち上げる。これ最後やってみてどうでしょう？最初に比べて上げやすさ、この3つの項目チェック項目どうでしょう？ぜひ変化をコメント欄で教えていただければと思います。もしこの動画があったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。一緒に頑張りましょう。この1週間メニューのおかげでダイエット成功できた、この1週間メニューのおかげでストレッチが習慣化できたと話題の、早く痩せたい方のためのダイエット1週間メニュー、15万人以上の方が友達になってくれている無料の公式 LINE、 友達追加していただくことで最新バージョンを配布中です。ダントツ1万人以上の全身メニューだけではなくて、足痩せメニュー、お腹痩せメニュー、二の腕痩せメニュー、ふくらはぎ痩せメニュー、全て無料でプレゼントしています。概要欄の固定コメントに貼ってあるリンクをクリックして友達追加すればすぐにメッセージで届きます。